影響を現在、自粛性が送っている方が多いということで、多くのお笑い芸人たちがね、そんな人たちに少しでも笑顔になってもらおうと、ギャグつなぎリレーとか、モノマネリレーとかね、エアロビリレーとか、30秒に何か一言言うリレーとか、あと、リレー回ってこない芸人リレーみたいなもんまでね、 あるんですけれどもねもう全部ひっくるめでね僕何にも回ってきてないんですよ26年やってんのに大阪からわざわざ東京に出てきてこんな仕打ちに会うなんていや友達がね いないわけではないんですよ。僕あの、ページワンっていうライブを10年120回やっててね。累積で言うたら、もう400人ぐらいのゲストさんに出てもらってるんですよ。何のリレーも回ってけえへん。リレー回ってけえへん芸人、リレーも回ってけえへん芸人。俺。 だってここ回ってきたら断るけど。<laughs> <あー> <laughs> 横で子供寝てるから声はられへん。